皆さんこんにちは、じゅんです。今回は私のおすすめのゴルフ場を、紹介したいと思います。まず一つ目、越谷ゴルフクラブです。埼玉県にあるんですけども、都内からもそんなに遠くなかったと思うんですが、こちらのゴルフ場はまず見た目がアメリカンチックで、まあ今流行りのインスタ映えするまず外観になってます。で、まあいいところとしてはカートが乗り入れ可能で、あと河川敷なのでとてもフラットです。なので、初心者の方にも、すごい打ちやすいゴルフ場にはなっているので、とっても練習とかにもおすすめです。それから、スループレーでラウンドするので、お昼の時間がない代わりにとても早くスムーズに18ホール回ることができます。コンペにも向いていて、ラウンドの後に別のところで、まあ、そこの2階かな、上に上がるクラブハウスの上にあのバーベキューできる施設があってですね、まあ、ラウンド後にみんなでバーベキューをして、お酒を飲んで、楽しむ、一日楽しむことができるゴルフ場です。コンペにすごい向いていていいなと思ってます。私がまだアプローチがまだそんなにこう、今は結構ドンって打ててるんですけど、まだそんなにこう落とす、クラブを落として打てなかった時に、そこのゴルフ場であのすごい練習をしてアプローチが打てるようになったのが思い出ですね。本当にそこであのアプローチの練習をして、今みたいな、まあ、止まる球を打つっていうのができるようになった思い出のゴルフ場です。はい、コースはあのフラットですごい、なんだろう、どこ打っても大丈夫そうに見えるんですけど、意外と池が効いてて、打った場所に行ったら球がなくて池に落ちてたとかよくあるので、そういうところは考えて打たないといけないので、意外と難しい思い、あのイメージ、難しいイメージがあります。はい、2つ目のおすすめのコースはブリストルヒルゴルフクラブです。私も結構よくここにはあの行っているコースなんですけど、まあ、特徴としては、まあ、皆さん行ったことある方分かると思うんですけど、あの難しいです。池越え、あ、谷越えとか、あとなんていう、ブラインドホールって言って、打つところが見えなかったりとか、あの落ち場所、落ちるところが見えなかったりとかして、コースをやっぱよく知ってたりとかしないと球が本当になくなってしまうコースです。ただですね、あの亡くなった人向けにロストボールがマスター室前にカゴで置いてあって、亡くなった分補充してもいいですよということで、あの球をあまなくしても、球をなくしても戻ってくるまあ違うボールだけど戻ってくるように、あのすごいゴルフ場の方が配慮してくださってます。あとですね、もう一個いいところとしては、ご飯がすごく美味しいです。まずですね、朝ごはんもあの380円で、バイキングビュッフェがあって、カレーとか卵かけご飯とか食べることができるので、ちょっと早く行って朝ごはん380円食べるのもなんかお得になった気分になります。お昼は AW キッチンが入っているので、すごくあのこだわった料理ご飯が出てきますので、まあ女の子にもあの大人気だなっていうイメージがあります。見どころとしては、あのコース脇に邸宅がいくつかあって、あの
中には石川遼プロが購入したと言われるあの邸宅があるので、あの、まあ、ゴルフ場の方にどれか聞いて見てみても面白いのかなと思います。最初に入り口で結構びっくりされるとは思うんですけど、門がすごい大きくてですね、あの前で止まってちょっとするとビヨーンと門が開くんですけど、たまにあの ETC みたいにあのドアが開くと思って突っ込む方がいるみたいで、この間行った時も門が壊れてました。いや、また突っ込んだんだなっていうあの会話があったので、まあ、結構門入る時、ゲート入る時は一旦停止して、あの門壊さないように行かれる方は気をつけていただいたらなと思います。あと、ここはあのオーナーさんだけがゲストルームってちょっと大きいお部屋使えるんですけど、そこにはあのなんとプールがありますので、ぜひオーナーさん見つけてあのコンペルーム使わせてもらって、まあ、コンペとかしたら結構盛り上がるんじゃないかなと思います。私が、JG カップっていうのを何月だ7月夏にあの開催したんですけど、カートに、まあ、リーダーズボード、リーダーズボードというかスコア入力するのがあって、みんなのスコアが見えるので、あ、叩いた叩いてないとかこう分かりながらコンペができるので、それはまたすごい楽しかったです。あのホール叩くよねみたいなところでみんな叩くので、それでよっしゃとか思いながらよっしゃと思いながら、あのコンペもあのラウンドしながら楽しむことができます。はい、はい。3つ目の、ゴルフ場なんですけど、今年の夏9月頃行ったゴルフ場で、軽井沢にあるプレジデントカントリークラブ軽井沢というコースです。ここは、私初めて今年行ったんですけど、あの1泊2日で、まあ、飲む前提で行ったので1ラウンドだけで、朝新幹線で軽井沢駅まで行って、軽井沢駅からバスでゴルフ場まで行って、まあ、ずっと飲みながらラウンドをするっていう、もう本当にリゾート気分でゆったりゴルフしようっていうことで、なんか久々にこう頑張っちょっとなんだろうな、いいショット出したいとかいいスコア出したいとかそういうのを忘れてゴルフできて、すごいのんびり楽しむことができたゴルフ場で、すごく思い出に残ってます。はい、ゴルフ場の隣に、まあ、ホテルがあってですね、まあ、そのままゴルフ終わった後そのまま泊まれるんですけど、私はそこに泊まったんですが、まあ、夜ご飯もあのお昼食べるレストランでそのまま食べれて、夜ご飯バイキングだったので最初はなんかちょっと微妙な冷食とか出てくるのかなと思ってたんですけど、まあ、シェフが立って揚げ物とかはしてくれたかな、天ぷら揚げてくれてたりとか、結構豪華なご飯がいっぱいあってですね、すごく満足できたなと思います。まあ、結構ね、ワインとかワイン2、3本飲んじゃったのかな、結構酔っ払った思い出の方が強いんですけど、なんかそれもそのまま泊まれるっていうところがやっぱり魅力の一つかなと思います。今はちょっともう寒くなってスキー場になってるんですけど、そのゴルフの時期になったらまた行きたいなと思います。はい、あとはリンゴルフで、さ、心ちゃんと塩田さんと3人で行った、川名ホテルゴルフコースが、結構思い出に残っていて、私は今まで大島コースの方は行ったことあったんですけど、その時初めて富士コース、しかも1日目は大島、2日目は
富士コースっていう風に2日間で2つ楽しめて、本当に憧れの富士コースだったのですごく楽しかった思い出があります。ワクワクします。ワクワク、もう行く前からすごく嬉しくて、ラウンドもしかも上手な2人とラウンドできて本当に楽しかったです。はい、思い出に残ってます。最後にですね、リンゴルフ私たちも全国のいろいろなゴルフ場に、行ってみたいなと思っています。なので皆さんのおすすめするゴルフ場をコメントで教えてください。場所はどこでも大丈夫ですので、ぜひコメントでいっぱいゴルフ場ここがおすすめですっていうのを書いてほしいです。その中から、教えていただいたゴルフ場に、実際行ってラウンドします。その際は、一緒にラウンドしてくれる方も募集してみたいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。